ポロジーはアメリカ合衆国入りのイシューシカゴ出身のラッパー、歌手、ソングライター、ヒップホップミュージシャン。2018年のシングル、ファイナーシングスで脚光を浴び、2019年にリル・ティー・ジェイをフィーチャーした楽曲、ポップアウトのヒットで広く知られるようになる。デビューアルバム、第 A レジェンドはベイビルボード200で6位を記録した。2作目のアルバム、ザ・ゴートは、 全米2位を記録し、ビルボードホット120曲がチャートインした。2021年、シングルラパスターをリリースし、ビルボードホット100で初登場1位を記録、自身初の首位を獲得した。また、3作目のアルバム、ホールオブフェームは全米1位を記録した。1999年1月6日、ポロジーはシカゴのオールドタウン地区で生まれる。 ポーロ G2018 年2018年にサウンドクラウドで楽曲ギャングウィズメをリリースするとすぐに数百万回の再生回数を記録したその後もウェルカムバックやネバケアードなどの楽曲で人気を博す2018年後半には投獄中に書いた曲ファイナーシングスをリリースした叩く間に数百万回の再生回数を獲得した 2019年初頭、ポロジーは、リル・テェ j をフィーチャーした、ポップアウトをリリースし、ビルボードホット100で11位を記録した。この曲のヒットにより、コロンビアレコードと契約を結ぶことになる。6月7日には、デビューアルバム、第 A レジェンドをリリースし、全米6位を記録する。2020年5月15日、2作目のスタジオアルバム、ザ・ゴートをリリースする。アルバムは、 ビルボード200で初登場2位を記録し、アルバムからの10曲がビルボードホット100にチャートインした。2021年のフォーブスが選ぶ30歳未満の30人に音楽部門で選ばれ、2021年2月5日にシングル GNF をリリースした。6月11日、3作目のスタジオアルバムホールオブフェームをリリースすると、US ビルボード200で 初登場1位を記録した。また、同アルバムからリリースされたシングルのラパスターはビルボードホット100にて自身初の首位を獲得した。ポーロジーはもともとシカゴのドリルサウンドで知られていたがデビューアルバムの頃までによりメロディックなスタイルに移行している。ポーロジーはリルウェームとトゥーパッチシャクアに最大の影響を受けていると述べている。その他にはグッチメイニア、 リルダーク、ジー・ハーボ、チーフ・キーフから影響を受けている。2019年7月6日に生まれた息子が一人いる。2019年8月、ポロジーはパーティーでオーバードーズしたことで入院し、命を落としかけ、回復後にはエクスタシーとザナックスをやめている。スタジオアルバム、ありがとうございます。